はい、今回はですね、これから夏釣りでよく使う、フォールベイトノーシンカーで、落としていくという釣りを、解説していきたいと思います。はい、ノーシンカーなんですけど、ベイトでもねスピニングでも、あります。ベイトだと、ね、これドライブショットとかドライブスティックファットみたいな、少し重めの 3.5 インチの、ね、太いのとか、4インチまたは5インチぐらいまでの、重いねコーヒー10ワン、それとスピニングもね昔からイモグラブとか、これ好きだと HP バグ、沈む虫ですね、この辺も、これからよく釣れてくる、ルアーですので、そのベイトもねスピニングも操作は、基本一緒です。これが、ちゃんとできないとでバスに飲まれちゃったりっていうことが多くなるし、当たりも分かんなければいつの間にか釣れてたみたいなね、できればねちゃんと当たり取って合わせてっていうのがやっぱりできた方がいいと思うので、その辺も解説していきます。基本的には、オフセットフックまたは、ものによってはストレートフックとかねあるんですが、しっかりね、根がかれないようなウィートレス性能がちゃんとある、リグで、使ってください、ね、こんな感じでセットしてます。はい、狙いたい場所キャストするんですが、今ね風がないので、糸まっすぐです。でこれは風があると、特にね軽いスピニングとかで、小さいワーム投げるときには吹けちゃったりするんですね。でこの場合当たりがやっぱり分からなくなる、糸をこう使って当たりを取っていくときになんだかちゃんとにコントロールできない、ワームがどんな風になってるか分かんないっていう状態になってしまうので、必ずね糸をまっすぐにする。ベイトならばちゃんとサミングしてちょっと風があれば引っ張ってあげる。落ちる瞬間または落ちた時に少し引っ張ることでワームをそんなに移動しないでまっすぐにできると。これが、ねこうなって落ちててすごい老けてて後になってゆっくり引っ張るとワームどんどん手前に来ちゃいます。せっかくねいいところにルアーが入ったのに、そこからどんどんね離れてしまう。ノーシンカーなら抵抗がないのですぐに糸の重みだったり、糸の抵抗、に左右されます。なのでしっかりまっすぐにする。これが第1段階で、第2段階ですね、この落ちていくワームに当たりがないか常に、把握するということが大事で、どうやって把握するかっていうと、もちろんこれでずっと見ててもいいんですが、糸が、水面に入っていくところっていうのはずっと見えてればいいんですけど、手前に来ちゃうとね、この手前に来て分かるところ、糸の変化が分かるところと、もちろんルアーが遠くなってしまうので、できればねルアーの近くで、当たりを目で確認した方がいい。ということは、ね、しっかりフリーで落ちていきますっていう時に少しね竿を上げてあげる。少し上げてあげると、ルアーがどうなってるか分かりやすいし、しかも、水深によって糸が足りてるかダブついてるか、ね、当たりがあったのかないのかっていうのが把握しやすいということなので、投げました、ちょっと引っ張ります、フリーで落とします、竿を少し上げます、糸は同じテンションを保ってあげるように糸をこうやってどんどん出していくと。投げました、ちょっと張ります、落とします、少し上げる。これでルアーの状態を把握すると、ね、同じペースで糸を出していって、もちろんこの糸を出すペースが急に速くなったり急に止まったりっていうのは、ルアーに何か変化があったということです。異常がねあったと。もちろん下についたり何か障害物にね、当たったりまたは当たりがあったりっていう時には止まります。でよくあるのが、ね、バスが落ちていくルアーを食べてそのまま走っていくと、出ていく糸が速くなるということになります。で当たりがありました、多分当たりですっていう時に少し引いてあげると、バスがコンコンコンと持っていくとか、もしね、食べて走って手前に来た時、糸がダブつくんですね。だから当たりかどうかちょっとわからない。だから手前に行くと、走るとダブつくので、ダブついた分を少し取ってあげるような感じで効いてあげる。とより当たりかどうか食べたかどうかっていうのが分かるということです。あとはフッキングね。フッキングは、その効いた状態は、おそらくバスは違和感感じて離さないので、そこよりも少し巻きながら竿を倒していくと。で、倒した後にしっかりフッキングする。これオフセットフックだったり、少しウィードロ性能の高いリグを使っているので、バシッっていう合わせよりは全体的にゆるく曲げて、ストロークの長いフッキングで竿全体を曲げるようなフッキングがいいです。はい。つまりはね、こういう状態でバシッて勢いよく瞬間的な、合わせをすると、針が出る前に口から出ちゃう時が、加え方にもよるんですが、なので基本は投げました、落とします、張ります、当たりかなと思ったら少し引いてあげる、当たりだったら少し巻いて竿を大きいストロークでフッキングしてあげるというのが一連のノーシンカーワームのフォールの次になります。はい、ということで、これからですね、8月いっぱい、場合によってはね、もちろん一年中使える釣りだし、ね、場所も岩盤とか他縦スト、竹とかブイとかロープとかレーダウンとか、もう本当いろんなねものがポイントになるので、これからね暑い時期、そういうとこにサスペンドするバスが、こういうね上から落ちて、沈んでいくっていう、ものの動きにすごい反応が良くなる。のでぜひこれからの季節ね、そんな感じで絶対にねバスに飲まれないように、飲まれたら、分かる人に外してもらうか、あとはねバウエスにすると、すごい外しやすいので、慣れてない人は、フックのね返しを潰してバーベルスにすると、いいかと思います。はい、ではこれからの時期ぜひやってみてください。